こんばんは。本日2回目の投稿になります。よろしくお願いします。まあ、雑談枠なんでね、だらだらいきます。こちらね、サイトロンさんから、こういう箱が届きました。このね、サイトロンジャパンさんはですね、今年に入ってから非常に親密に友好的に接していただいておりまして、先日もね、サイトロンジャパンさん の担当の方、よくお付き合いさせていただいている方から電話でねやり取りさせていただいて、本当にね友好的で、すごく親切な方で、本当にありがとうございます。本当にねお世話になってます。はい、すごくね世話になってます。で、そんなサイトロンさんからこの送られてきた、レンズ、中にねレンズが入ってます。カムランの 21mmF1.8 のレンズです。はい、新製品ということで、新ラインナップということで、近々これを開けて皆さんに、外観お見せしてですね、で、それをカメラつけてジンバル乗せて、で、サクレを撮るというね、いつもの流れですね。はい、そういった形で、報いると、せっかくね、こう貸していただいてるんで、そういった形で報いるということで、私のね、極力そのやれること、存在意義っていうのをね、しっかりこう出していって、お返しする、という形ですね。はい。そういう形を、今ね、今年入ってからずっと連携取ってやらせていただいております。はい。特にね、ラオアの 15mm の F2 は私すごくジンバル使いにとってはドンピシャ、夜の映像が好きな僕にとってはドンピシャな製品で、非常に私がやっぱ熱意というか、こう熱を入れてレビューとかいろいろこうしましたんで、非常にやっぱりうちでの問い合わせが多いですね。ラオアの 15mmF2 ですね。はい。その他ね、ラオアさんでもいろんなレンズラインナップありますし、カムランでもですね、やっぱりコスパがいいんで、やっぱりこういうね、新しいものが出ると、皆さんにぜひね、お見せしたいなと。いうことで、今後もね、どんどんこう紹介していきますんで、よろしくお願いいたします。はい。で、この、サイトロンジャパンさんですけど、いろんなものを扱ってます。うちでは、基本的にジンバルとカメラレンズ、と、天体カメラ、この3つを扱ってるんですけど、サイトロンジャパンさんは望遠鏡も扱ってますし、双眼鏡もかな、いろんなものを扱ってるんですよ。そんな中で、今後ね、その私の方向性と共通項の部分、はい、があれば、どんどんぜひですね、はい、プロモーションさせていただきたいなというふうに思っておりますんで、CP プラスでもね、いろんな方とお会いしましたし、ご挨拶させていただきました。今後ともですね、サイトロンさんぜひよろしくお願いいたします。はい。そんな中で、今ちょっとね、準備を進めているのが、ブランド、新たに1個追加ということで、カムラン、ラオアって来て、今度は、サムヤンですね。韓国メーカーのサムヤンというレンズ、皆さんご存知ですか？ちなみに、今、これ私自撮りしているレンズっていうのは、これサムヤンのレンズです。はい。これは先日私が単独でポチったんですけど、はい。自撮りですごく重宝するということで、明るいですし、その変なパース感もないですしね、YouTube で部屋で自撮りするにはすごくうってつけのレンズだということで、最近ポチって非常にこう満足して使っております。若干ね AF これ入ってるんですけどね、 AF、発動した時に若干駆動音があります。だけど、ほぼ今これ外部マイクで撮ってますんで、音は拾わないですし、すごくね、満足してますね。はい。なので、このサムヤンのレンズ、私これ今回買ったのが初めてではなくてですね、天体写真やってる身なんで、サムヤンのレンズっていうのは、昔からですね、マニュアルフォーカスレンズなんだけど、変なこう便利機能とかはついてないんですけど、余分な機能をなくした代わりに、ものすごく光学性能が、星の写りがすっごくシャープだとかね、いうことで、星屋さんにはものすごく定評があるメーカーです。はい。ですので、私、例えば14の F28 とか、過去にちょこちょこと確か買ってきたと思いますね。ビデオ用でも、サムヤンの APS 用の 12mm の F2 って結構持ってらっしゃる方いらっしゃいますね。あれも持ってましたし、とにかくね、サムヤンのレンズは安くて、で、フォーカスは、これはオートフォーカスですけど、マニュアルフォーカスで、で、光学性能が特に、もうそれをやっぱりこう最優先にしてるっていうところ。ここにね、すごく好印象を持ってまして、星で使われてる方、星で期待されてる方っていうのは結構多いんじゃないかなと思います。はい。そのサムヤンを今後扱っていくということに、なりました。なりましたというか、やっていこうと考えております。
はい。私が動かないと、まあ、開始できないんで、はい。売ります、扱いますって言ってもそれで終わりじゃなくて、結構ね、サムヤンってレンズのラインナップがいっぱいあるんですよね。すごくね、ラインナップ豊富なんで、それを一個一個私がリサーチして、で、どういうものかっていうのをしっかり熟知して、でそれを商品登録して、で、まあ、できればですね、登録した後で、それを紹介していくっていうね、形を、まあ、今までね、ラワとかでやらせていただいたような、まあ、そういうサイクルをまた、はい、やっていきたいと思いますんで、サムヤンのレンズ期待されてる方、というのは、ぜひですね、また、注目というかね、見ていただけたらと思います。ので、よろしくお願いいたします。はい。結構ね、マンパワーがいるというか、その登録作業とか、まあ、事務的ななんやかんやがいるんで、そこはですね、まあ私、頑張んなきゃいけないですね。はい。まあ、日々の業務に追われてると、そっちの仕事ができないっていうことを最近言いましたけど、それがまあまさにそういうことです。はい。新たにこういうことをしたいっていう時に、まあどうしても私が動かなくちゃいけない。その時に、順番の仕事を、で、埋もれていると、できない。うん。新しいことにどん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 ね、こう開発していけないんで、まあそこはですね、私、はい。まあ心を鬼にして、はい。やっていきたいと思っております。はい。これがまず1点です。あともう1点はですね、サイトロンジャパンさんはちょっと違う話になってくるんですけど、某フィルターメーカー、うん、を取り扱いしようかなっていうふうに思っておりまして、これは、ビデオでも、あと、まあ、スチル写真でも、あと、まあ、天体でも、フィルターって必要ですよね。はい。フィルターって、まあ、いろんな場面でやっぱり必要になってきます。まあ、特にビデオで言うと ND フィルターですね。はい。ND フィルターっていうのが多分身近にあると思います。まあ、スチル写真でもいろんなフィルターありますね。で、天体写真でも、まあ、私が使ってるのは LRGB のああいう干渉系のフィルターとか、まあ、その他にもいろんなフィルターあります。はい。そういうなんやかんやの、まあ、これもね、ラインナップすごく多いです。細かいものです。すごくね、ちっちゃいものから、まあ、そこそこのサイズのものとか、いろんなラインナップがありますんで、これも、近々、進めていく、着手して、で、またね、ご報告させていただきたいと思います。はい。これもね、ちょっと時間かかるんですが、先方さんというかね、CP プラスでいろいろとこう交流させていただいた中で、まあ、ちょっと話がね、前に向かっていきそうなんで、で、うん、そうですね。まあ、近々、近々ね、はい。まあ、どこのメーカーだよとかね、まあ、その辺の話っていうのをさせていただきたいと思います。はい。ですので、まあ、今年入ってからですけど、その、まあ、ジンバル専門店ということでね、ずっとやってましたが、今年入ってからは、ジンバルだけじゃなくてね、まあ、天体のカメラですね。天体の専、まあ、専用カメラ、うん、っていうのも、まあ、今、お借りしてて、で、それを販売してて、うん。で、お借りしてるその機材、カメラについては、今、望遠鏡のリングを作成していますとか、うん、歩みはね、すごく遅いんですよ。やっぱリング作るのにも、まあ、下手したら1ヶ月とか、かかりますし、ものすごくやっぱ時間かかります。はい。だけどまあ、そこはね、天体写真やっておられる方は、よく、ご存知だと思いますし、歩みは遅いですけど、まあ、確実にね、着実に、自分が今年やるって決めたことについては、どんどん進めていきたいと思っております。はい。で、それに加えて、まあ、今年ね、天体カメラだけじゃなくて、そのカメラレンズの話ね、サイトロンジャパンさんとのつながりで、カムラン・ラオは、サムヤン。ね、サムヤンね。すぐ出てこない。はい。の、まあ、メーカー、サンブランドと、あとフィルターメーカーですね。はい。これは、サイトロンさんと違いますが、まあ、そういったところもどんどん攻めていきたいと思います。まあ、とにかくですね、私がこの趣味をやる上で必要な機材、好きな、まあ、好きなものもあるし、必要だって思って手に入れるようなものもありますし、関連するようなね、例えば、まあ、外部モニターだったら外部モニターをこう扱おうかとかっていうことにも、将来的になるかもしれないですね。はい、そこはわかんないです。まあ、ビデオをやっています。ジンバルで、安定映像を目指していますとか、天体写真で、プリントしても美しい観賞用の天体写真っていうのを星雲銀河で撮ってますとか、まあ、自分の好きなことですね。その自分の好きなことをやる上でやっぱり機材っていうのは必要不可欠ですよね。それをやる上で、はい、まあオーバーラップするというか、はい、共通するような部分があれば、まあ、できればですね、こういううちの店、まあ、せっかく私ね、こうやって店作りましたんで、そこでプロモーションさせていただいて、でそうするとメーカーがね、どん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 こう、まあ、プロモーションの効果が出てくれば、お互いにウィンウィンですしね、
で、まあ、あの天体写真をやられる方とかビデオをやられる方とかね、はい、まあ、今回のねこういうカメラの 21mm の F1.8、 おそらくねすごくコスパの高いモデルだと思います。はい、こういったものの具体的な作例提示とかね、はい、まあ、そこら辺のところが私の仕事なのかなっていうふうに思っております。はい、この仕事をですね、なんとか、まあ、今年というか今月ね、今年もう半分過ぎようとしてますが、残り半年間しっかりこう立ち上げていって、まあ、大きな形にしていきたいなということを思っております。はい、ですので、サブチャンネルもですね、この、まあ、よっちゃん宇宙カメラ雑学団ですね、はい、でもこういう機材系の話、うちのショップのねジンバルももちろんですけど、それ以外のいろんな話っていうのをひっくるめて、どんどんね話題を充実に情報発信してまいりますんで、今後ともですね、ぜひぜひよろしくお願いいたします。はい、斉藤のジャパさん、本当にね、いつもお世話になっております。今後ともね、よろしくお願いいたします。はい、そんなわけで、本日は以上です。ありがとうございました。